ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。11月23日土曜日の天気をお伝えします。関東や東北では太平洋側を中心に傘の出番となります。沖縄は雨が降ったりやんだり、一時的な強雨や雷雨にもご注意ください。西日本は広く日差しが回復します。日中は気温が20度近くまで上がって過ごしやすい体感となりそうです。ただ九州南部や近畿南部ではにわか雨の可能性があるので、空の変化にご注意ください。関東では23日土曜日も傘の出番です。本降りの雨になりますので、大きめの傘をご準備ください。また東北南部でも明日はお出かけには傘の必須のお天気となります。その他北陸や東北北部では日差しが届いて、もみじ狩りも楽しめそうです。北海道も広く日差しが届きます。各地の予想最高気温を見ていきますと、北海道では高めの気温が続いていきます。雪が溶けて路面がぬかるむ可能性もありますので、足元の変化や屋根からの落雪にもご注意ください。また関東、前日よりも気温が上がりますが、それでも肌寒さが続いていきそうです。服装でうまく調節を行ってください。以上、23日土曜日のお天気をお伝えしました。